ったんだ。もっと楽しい青春を送ろうぜ。汗まみれでご苦労さんだよな。それでも楽しかったよ。おいおい、あれは村田健じゃん。いいじゃん、さーっと通り過ぎれば村田だってわかんないさ。中2中3と同じクラスでもほとんど口聞いたことないし、友達ってわけでも。お前らそこで何やってんの？もしかして集団で違法行為とか働いてる？というわけでも。ちょうどいいや、お前も俺たちに寄付してくれよ。え？おいおい、そんなのありかよ。てめえのせいで獲物が逃げ出したじゃねえか。邪魔をするとどういう目に遭うか。うわあ！嘘だろ？なんでトイレの中にブラックホール？それとも最近のトイレって強力掃除機並みの吸い込み力が売りなのか？もしかして史上初？それって史上初水洗トイレに流された男？アルプス繋がってるのか。そんなわけは。ユーリ、ユーリから離れろ。アダルベルト、そんな奴はアダルベルト。あいにくだったな、アダルベルト。俺はお前ほど愛に一途じゃ。耳が英語に慣れているならコンラッドの方が発音しやすいでしょう。知人の中にはそう呼ぶ人もいます。あちらで安全にお過ごしいただくはずだった陛下を至急お呼びしなければならない事情が。分かったよ、よく分かりました。ドラゴン？竜ですか？とんでもない。人間どもの乱獲で絶滅寸前の竜は我々が手厚く保護しているところです。ドラゴン保護動物なんだ。それじゃあ俺は何を倒せばいいわけ？人間です。だけどここがあなたの世界。そう願いたい。俺の父親は剣以外に何の取り柄もない人間だった。陛下ご自身もまだ戸惑われている。どうしてやめちゃったんです？野球。軽くやってみましょうか。すいません陛下。どうしました？どうして野球やめちゃったんですか？それはチームを辞めた理由でしょ。俺が聞きたいのは野球を辞めた理由。ねえ、地球、アメリカ合衆国、マサチューセッツ州にある都市の名前です。誰？僕も一つずつ持っていく。陛下、これが。陛下、ご無事です。陛下、おけがは？軍事会議に見えるんだけど。陛下、父親が違うってのは。グエン、あなた。はるかにその地位にふさわしい。そうですよね、グエンダル。でもね、ボルフ。やはりな。あ？最初からいることだろう。支配者と牧場的だとは。あたくしか。陛下、ギャン。なんと、なぜ邪魔をするのです。真偽を確かめる良い機会だ。魔力は魂の資質だ。あれが真の魔王だというのなら、名役だの知識だのがなくてもあらゆる要素が従いたがるはずだろう。なるほど、魂は本物ということか。待ち込むな。ボルフラムも無事でありがとう。まあこれくらい大したことじゃん。ボルフラム！Oh, Yuri, there you are. You're late. I'm sleepy. Get in. Why not? You're a wimp after all. You need a companion, so just relax and... I don't believe this. I've never been so humiliated in my entire life.陛下、ご立派。お前は、避けた構え。あ、僕
は引き分けもなしだ。炎に属する全ての粒子を王子をほぐった魔族に従え。うまく避けたわ。でもおい、血を流すことは本意ではないが。ありがとう。ねえ、私と踊ってくださらない？ちょっと抜け駆けはやめて。やっぱりしよかった。アクシント。チャラーン、お迎えに参りましたよ、陛下。え、ほら踊りちゃったの？あれは助走。非常時に俺たちを支援するようにとシルドクラウドからずっとついてた護衛です。よろしく。本当言うと陛下とはすでに裸の付き合いしてんだけどね。早速脱出しましょう。絵に恋に同じ月。そこに休憩所があるよ。嘘、下山してまたの。俺たちは泉には誰も入れない。魔剣モルギフに違いありません。だよな。陛下の前にひれ伏すことでしょう。ああ、偉大なる魔。だってそうだろう。これまで何十人も魔剣のたたりとやらの被害に遭ってるんだ。心配しなさんな。失敗したら俺たちが縄で釣り上げてまたお船で連れて帰ってあ。お湯の熱気がもろに伝わってきます。よっ、うわーち、そんなに腫れちゃいましたよ。陛下などモテるやつなんかいるわけない。戻ってくるんだ。さあさあ戻っておいで陛下。危険なことは何もしなくていい。そういうことは全て兵隊がやるか。陛下、陛下、何かされませんでしたか？なんということ。陛下、なぜこちらの言葉をお話しされているのですか？お国はここですよ。送るというものでした。そこで、いいえ、一目お姿を拝見した時から分かりました。気高い黒の髪、澄んで曇りのない闇の瞳、その上漆黒のお召し物までまとわれている。第27代魔王陛下です。おめでとうございます。今日からあなたは魔王。コンラート、あなたは民に肩入れしすぎで命の結婚を申し込んだんです。珍しいことではありません。それでは、ただいまよりフォンビーレ・ヘルト卿ボルフラムとユーリ陛下の決闘の儀を執り行います。陛下、一晩中考えましたが良い案がありませんでした。申し訳ありません。陛下、陛下。しかし陛下はまだ要素との盟約も。それが進学校ある。とにかく僕、渋谷。誰かと思えば渋谷じゃねえか。なんだよお前ら、たもおとなしく。うっ、大丈夫みたいです。どうした？いや、渋谷。ああ、渋谷くん。草野球チーム臨時マネージャー村田健、通称村健、キャプテンをお迎えに来ました。おはよう渋谷。行くぞ村田。お母さんに挨拶。いいから。俺の噂してんな。野球ができて俺は幸せなんだ。だって渋谷は野球好きだろ。うん。けば始まったか。果たして彼らは間に合うかな。君なんだね。さすが、よくわかる。僕はただ見守っていた。彼は神王に負けてしまった。あの体は神王のものだ。